始めまーす。あのですね、私が初めて、まあ、記憶にあるうちでね、ダウンタウンの浜ちゃんに似てるって言われたのが小学校6年生の時、まあ、似てるって言われてない、その時は。クラスメートの吉原くんに、ダウンタウンの浜だって言われたんですよ。何のことか分かんないから、ダウンタウンって言葉も分かんないわけじゃん。何言ってんだと思ってさ、まあ、でも一回きりかな、それ言われたの。うん、でも覚えてるの、鮮烈に。なぜか。意味の分かんない言葉使ってんなと思ってさ。うん。で、中学生ぐらいになると、なんだろう、周り、なんか浜ちゃん、ダウンタウンが東京を来だして有名になってきてさ、夢で会えたらとかやりだしてさ、それで浜ちゃんが、なんだろう、奥さんにピーちゃんって呼ばれてるとか、そういう、なんか話があってさ、そしたらなんかピーちゃんって呼ばれるようになったりとかさ、まあとにかく浜だって言われまくった。うん、もう嫌だったの昔は。うん、なんかだってそんなかっこよくないじゃん浜ちゃん。うん、嫌だなと思ってたんだけどさ、まあいいやと思ってほっといて。うん、で高校ぐらいになってもまだ似てたみたい。うん、高校ぐらいの時ね、原宿歩いてたりするとさ、なんかさ、女の子こうやってやってんだよ俺に、私に。あ、多分浜田に似てるって言ってんだろうなとかやだなと思ってたの。うん、で大学になった時に、大学生の時とかもさ、友達の友達を紹介してもらう時で、多分友達は浜ちゃんに似てるのがいるんだよみたいな話してんだよ。で友達紹介してもらって、こっちはさ、あ、はじめましてって言うじゃん、丁寧に。だけどもうその人はさ、本当に浜田に似てるわっていきなり言われるんだよ。なんだこいつと思って。まあ仲いいんですけど、今でも。失礼なやつだなと思ってたけど、まあ仲良くなるんだよね。うん、でずっと言われてて、あとうちの母親とか、テレビ、高校生ぐらいの時かな、テレビにダウンタウンが出て、浜ちゃんが、くぬらーとか言って、なぬらーとか言ってるでしょ。そうすると、あんたそっくりとか言うんだよ。まあドキッとしたわって、うん。口の悪いとこはそっくりとか言ってさ。うん、そんなこと言われたら嫌じゃん。なんか悪い意味で言われてるわけじゃん。うん、でもずっとやだなやだなと思ってて、あ、まだあったわ。アメリカ行った時、まあ、サンフランシスコで10年ぐらい住んだんですけど、なんか突然ね、こう歩いてたらね、白人の男がこうやって寄ってきてね、ハマだつって言っちゃった。え、知ってんだと思ってさ、笑っちゃったけどね。すげえと思った。なんか知らない人に喋りかけられるんだよ。これってすごい才能だよね。うん、なんかその時ぐらいからうすうす気づいてきたなと思って、これって才能なんじゃないかなって。うん、あとあったっけな、まあいいや。で、もうまあ最初はダウンタウンの浜ちゃんに似てるってことが嫌で否定してたんだけど、似てねえよみたいなね。うん、最近はもう受け入れてます。似てるんだから、似てる自分を生かすにはどうすればいいかって考えるようにしてんの。それが私が普段から言ってるさ、そのままの自分を生かす、そのままの自分を肯定して幸せに生きる。だってもう似てんだからしょうがないじゃん。うん、で似てるっていうのは紛れもない事実なんだからさ、それをどう生かすかって今考えてる。そう、それが自分の特性を生かして幸せになる方法じゃん。もうね、このね、浜ちゃんに似てるっていうのでね、がっつり稼いでやろうと思ってね。まあそれは冗談だけど、ただ似てるからさ、浜ちゃんに似てるようなさ、画像とか動画を上げればさ、認知度が上がるわけじゃん。こういう仕事っていうのは認知度だからさ、全てが。どれだけ多くの人に知られるかだからさ、うん。それで違ってくるからさ、うん。この浜ちゃんに似てるっていうのを、認知度を上げる、なんだろう、ツールとして使えるんじゃないかなと思って、今は結構使ってる。うん、使うようにしました。うん、やっと受け入れられた自分で。うん、長い時間かかった。うん、うん、嬉しくないんだけど、もうしょうがないよね、似てんだから。それで認知度を上げる結構
便利なツールとして使えそうじゃん。うん、まあだけど最近はちょっとね嬉しくなってきたっていうのもある。うん、なんでかっていうとやっぱりね、反応がないより反応がある方が嬉しいんだよ。浜田って言われる方が嬉しいんだよ、シーンとしてるより。うん、だからやっぱ嬉しいね。うん、嬉しい受け入れたら浜田って言われるの嬉しくなってきた。うん、はい、ということで、なんだろう、あ、というかさ、こんな特性とかさ、どうやって使おうなんて思わないでしょ普通。だけどどんな特性でも使えるんですよ。私も考えてこの顔の特性をどうやって生かしていこうかなと思って、あ、認知度を上げる道具として使えるわとかさ、うん、いろいろ使い勝手あるから、いろいろ皆さんも、うん、受け入れがたい特性があると思うけど、それをどうやってうまく生かそうかって考えてみてはいかがでしょうか。必ず見つかりますよ。あなたの特性はあなたを助ける武器になるから、必ず。うん、私はそう信じてますはい、以上です。お疲れ様です。